1年3組21番あいーみやたけじゃあがつか1年3組21番の子こんにちはサラヤンゲームズさーしゃーあのさちょっと一つよしあれねさっきねお兄ちゃんがあの俺がなんか驚いてるのは嘘だって思ったらしくてカメラが回ってないのに急にあいーそうだよびっくりしたからねびっくりしちゃったそうだからみんなに言って嘘じゃないって嘘じゃなかったですちゃんと、はい、勝手に検証されてわかりましたごめんなさいはいってことで、本日も、バイオハザードやっていきたいと思いますはい、で鍵はねもう捨てていいらしいよはい捨てます捨てれるやつはいらないって言ってたよ言ってたよねはいで俺らどこで終わったんだっけちょっとダメージ食らってで色ありですか今日は今日はちゃんと色ありでやっていきましょう、うん、でどこに行くんだっけ次は3つ目の目ユニコーンメダル入手したライオンメダル入手した3つ目のメダル集めるんだけどどっちあそっか3つ目かもないのどっちだっけマップ見ようかマツプねマツプ、うん、こっちだったっけ右上ら辺行ってないんじゃないボイラー室これ辺こっち行ったっけ本当に黒だ全然記憶がないんだよね俺前回の1週間前だから確かにマジで記憶がないこれ俺ら多分冒頭からオールカットパティありえるよあの沼りすぎてとりあえずここは多分全部カットしてるからきっと無意味な一周だったってことが判明して上だね上に行ってみようあ、うん、こっちあここでも行ってないのよこら辺全部だって黒になってると黒になってるとか行ってないのかなまあどうせもうここはカットなんでしょここはどうせ多分カットしてるからなに本当にわからない沼りお兄ちゃんお待ち合室に金庫があったことしか覚えてないんだよねそれだけなんだよね、うん、これ金庫で、あっちの扉開かないんだよね、多分開かないです鍵も使えないよね鍵も使えない鍵ないもん俺何も持ってないもんあそっか鍵使うときは出てくるもんなんかあこれじゃん危なうおこれでそう今だあの大丈夫だよカットしなくてよかったねえこっからテケちゃんが出てくる気がする俺そういうことかカットしなくてよかったほんと危ないこっちあってたねギリギリっすすごい声するよね、これ完全にものすごい声するよ俺早いのマジ無理だテケってるよ俺やばいな、右らへんから板があるねあ、ヘリだヘリの音かとりあえず板取っとこうナイスあーこれもなんかバルブあこういうなんかこういうマース系ね、はいはいはい、その手に入れなきゃこっち行けないとつまりまずはこっちから行けとなんて書いてあるアートルームですアートルームねアートルームすぐ入れちゃうやばいこれ危ないよ美術室行くかおなんか持ってるおっちゃんがあこのおっちゃんさ俺らなんか写真で見てるあそれだ確かにあれちょっと見て確かめようなんかあるウェポンズロッカーキーカードショッツとか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 結構痛いショッツとかなんだよ取り行くよこの後あそっかあそこ開けんのかこれでそうだよなんか持ってる鍵じゃねこれ気をつけてバー出てくるよ撃たなきゃいけないこれ取ったらやばい気がするあなんか調べられる逆にもう一個持たせなきゃいけないんだよあの絵みたいに絵みたいね。で、絵をちょっと一回見よう。あったあった、これ。ほら、本だ。これは手。うわ。とりあえず手まずはめよう。はいはい。で、そこに本を入れなきゃいけないんだ。別の場所にあるんだよね。ここ、急に謎解き要素出してくるからだよ、このゲーム。ほんとに。あ、
あのこれは、アートコラム奇妙な赤石、はいはい、国大使を虜にしたルビー、ナイルの女王が飲み干した真珠、王妃を革命の断頭台に導いたダイヤ、宝石にまつわる魅力的な伝説は埋挙にいとまがない。難しい日本語。この奇妙な赤石はさしずめ彼らの輝かしい末っ子である。末っ子じゃない、末っ子である。わかんない、俺は。来歴はこの種の宝物にありがちではあるが、はっつきりしない。ある時代では貴婦人の宝石箱を飾り、またある時代では賢明な王にこう献じられた。わかんねえ。これ俺伝えられている。この秋、長く伝説の木の中に身を潜めている赤石がオークションにお目見えする。興奮しきりの工事家も多いことだろう。だが聡明な読者諸子に置かれては心してほしい。美と魔性は比例する。民を自死に超好んだ英雄な君主がこの赤石に魅了せ、カリギュラムもおののく暴君となり果てた。そんな逸話も残っているだから。とはいえこの忠告は無意味だろう。血をまとうからこそ宝石の輝きは人々の胸を騒がせるのだ。これ湧くよ今の2分。湧いてるよ多分。声援全然漢字読めなくて、くさ攻撃力名前だけでくさ。じゃあここも何もないな。オッケー。じゃあここからも出て次こっち行かなきゃいけない。まだまだ道あるよ。いっぱいある。こっちも部屋がある。あ、これは戻る。ここから戻るのか。銃弾がマジそんなないかな。うわガチガチ。なんでなんでなんで戻った。怖いもん。普通でしょ。気になるじゃん。普通じゃん。だってブーッバーとかいきなりされたらさ。でもヘリだから安全なんじゃない。人間じゃん多分。え、ない。どこ。気をつけて。いや、こんな簡単にエキジットさせてくれるわけがない。これグリーンハーブだよね。うん、ナイス。これ使うわ俺。確かに。オッケーオッケー、ナイスナイス、ファインファイン。さあどっち行く。扉から行くか。扉まず行こうよ。開くわけないから、うん、行こうか。開くのやばくね。うわヘリだ。ヘリが突っ込んでるぞ完全に。多分ゾンビに囚われたヘリが操縦無能になって、無能になって、つまりここのヘリからアホみたいに奴らが湧いてくる。やばいねこれ、気をつけて。うわ電気がびっちり。俺びっくりしちゃったもん。何、気をつけて。うわ乗ってるわ。え、どうすればいいのこれ。撃てない、無理だ。じゃあもう一個のところから。え、構えることできなかった。構える。なんか調べられないかな。調べられないかもしれない。下は見れるけど こいつには見れない。味方だみたいな。じゃあもうこっちから行くしかないんだよ。もう遠回りさせられるんだこれ。なるほどね。うわー、ここ青いな。うっと、ストーリー始まった。やばいやばいやばい。あ、来た。ハニー、ハニー、ウェーイ。今そっちに行く。濡れてる。びちょびちょ娘が。びちょびちょ娘です。うわまた。やばいよ。気をつけて。これなんかやばい気がする。めっちゃツルツルじゃねえ肌。ね。透き通って。これやばいよ。大丈夫。これボス戦な気がする俺。始まる？なんとかして。確かに。俺ボス戦の。俺はショットガンまず取りに行くべきだった。やっちゃ、いっちゃってる。これ待ってやばいぞ。やばいね、確かに。これやばいぞ。まあまあまあ。そこ本当にやばい、ね。絶対戻りに行こう。うん、この後。よかった。これ戻れなかったら終わりだよ。俺は一生ショットが手に入れずに。え、終わるまで。そしたらまだイチャイチャしてる。きっと見つかるさ。マジやばいと思う。来る。上がれなくねこれもう。まずいな。これ上がれないよ多分もう。夕食の時間。やばい。早く。やばい。私はいいから。
自分が心配をして。いや、いやマジやばい。クリア、行くんだ。はい。ガチ。ねえ、生き延びましょう。絶対に。戻れる。どうすんの。マービー、まずいことになった。奴らが集まってきた。戻ろ。マービー、応答。ダメだ。あのマービーはもう終わっちゃった。くそ。いるよ。戻れると信じてる俺は。戻れた、よかった。よかった。一回ショットガン取り行きます。ここだ。よしよしよし。でーよ。でーよ。ここにこれよ。はいはい、それよ。ピピー。チョツキン。ウェーイ。ウェーイ。すげえ。ありがとうございます。うおほ。W870。うわ。リロード。5つ。4発。はいはいはい。始まるよ。すべてから。うわ。どういくこの後。すごいよ。こっちなのかな。さっきのところ。うわ、なんかある。なんかあったよね。玉だ。組み合わせ。ナイス。まだある。これ何？あ、こうか。で、あそこ切れるんだ。あ、ここも切れるわ。あそこ戻って、待って、ここ切って大丈夫？戻って切る、あそこ。あれってさ、どこに繋がるんだっけ？なんかあったよね、でも。どこだっけ？なんか俺も、なんかあったんだよ。待って、なんか怪しくない？ここにさ、こうやって置いてあんの。思わない？いや、切ってもいいと思うよ。俺、じゃあ一回戻って、切りたいとこ切る。一回。いや、だって、いや、向こう切っていくんだよ、絶対に。絶対そうなんだよ。うわぁ！うわぁ！ふざけんな、びっくりした！やば。頑張れ。頑張れ。うわ。やばすぎ。マジでびっくりした。うわ、まだいる。ファイヤーゾンビがいっぱいいる。うわ。よしよしよし。えぐないか。やばすぎ。切るとこあったよね。あった。一回そこ、あ、ダメージ食らっちゃったのか今の。食らっちゃった。地図見たらわかる。ペンチだけなきゃいけないとこあったよ。降りなきゃいけない。なんかここ、あ、チェーンが曲がる扉。それだそれだそれだ。で入れるわ。つまりこっちからじゃなくてこっちから回んなきゃいけない。うん。こっちじゃないわ。こっちから行かなきゃダメだ。うわ。これこそテケリソ。自分を信じろ。初めて聞いた、その自分を信じろってセリフ今。チェーンここだね。行くっきゃね。まあ、全部突き当たりでがっつり。キョコトッパ、キョコトッパ。先行くわ。うわっ！なんか音楽変わってる。音楽変わってるよ。まっすぐ。うわ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 。いっぱいいるよ。やばいよ。突破しよう。右右右右右右。こっち合ってるよ。そう。やばくね？これだ。早く。ああ！よし、ナイス。で、なんかあったら調べるとこいっぱいある。ちょっと待って。これ使いたくて、待ってね。で、まだ俺、あ、ね、いや待って、来る、やつら来る。いや、無限に湧くよ、多分。いや、いろいろ取りたい、俺回復したいし、まず。うん、どうしよう。あ、これ捨てるわ。そうだね。間違えた。使う、よし。で、やばいやばい。あ、電子部品。電子部品、何の？どっかで使える。あ、C4。 そっか、檻爆発するとこあったじゃん。はいはいはい。あそこだよ。
これをはめれば C4 爆発できますね。そうだ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 。お、オートセーブ入った。で、これ何？あ、え、手榴弾あんじゃん。後ろ後ろ真後ろ。そこら辺あったあった。ただいっぱい。どっか絶対使うことになりそう。弾さ、これ1個もいらなくない？さすがに。いや、撃てばいいんだよ、これ。いや、どうしよう。一体、うわぁ、だからいっぱい、あ、シュルだ。さあ、シュルだけ取ろう。うわぁ、そっちも開いちゃった。そして、その左のシュルだ取って、オッケー。行こうか。よし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 。こっち開けれた。こっちは、はい、こっちも俺なんか開いた。開けたよ、ね。いけたいけたいけたよね。いけたいけた。資料室いけるよね。いける。どうやって行く？戻っていく。そっち？そうだね。そう。で、すぐ左。ジャンゼリ。一回ショットガンぶっ放す。いや、どうしよう。もったいなくね？オッケー。気づいてない、気づいてない。気づいてない。動かない、日本人。やめろ。オッケー。おいおい、うわ、頭吹っ飛んだ。あ、そうそうそう。こっちやね。え？鍵。こっちじゃなくね？鍵、鍵、え、そ、そ、それ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 。なんで、なんで、なんで、なんで。また湧いてきた。なんで、なんで。じゃあ、鍵ない、ピンクの鍵ないもん、俺。あ、じゃあもういいのか。ピンクの鍵ないよ。ピンク、じゃあもう逃げよう。ほら。ハートの。つまり、ここは行けなかったってことだよ。白石さん、全然まだ。オッケー。あと C4、C4 ってどこだったっけ？ここじゃね？違う、これじゃない、どこだろう。なんか爆弾でさ、爆発とかあったじゃん、覚えてる？覚えてるけど、どこか。え、どこだっけ？上？わからない。どうすりゃいいんだ？でもさ、とりあえずさ、死ねよ、いいから。あの、まあ、爆発させるのは一回置いといて。置いといて、もう先行く？そのヘリが突っ込んだ場所に一回戻って。一回戻るか、じゃあ。これ生配信とかあったらすぐみんな教えてくれるんだけどね。プレミアと自分たち考えるしかないからね。先行く？スペード、ああ、そっか、ユンチョル、いいね、ヤン・ユンチョル、スンチョル、こっち行ってないぞ。いいね、いいね、スペードだぞ。いけるぞ。うわ、何アイテムを修理するって。整理整理整理、あ、整理で、これも使わ、あ、ほら、これ赤マークがついてるのは捨てていいんだよ。なるほどね。おお、これは怪しげ扉だ。ほう、来た、あのおっちゃん、あのおっちゃんにはめる。とりあえず本はめるわ、あいつに。オッケー。で、どうなるか。それだ、気になります。正直、救急スプレー1個でいいよな。いや、分かんないよ。こっからだって。俺は言うてそんな食らわんや、いつも。だって、テケテケテスが出てきてから絶対きつい。テケちゃんが来てからやばいって。いつ来るか分かんないじゃん。このもう一個先だよね。こっちだよね。逆、そう。さあ、どうぞ。さあ、どうなる？え？行こう。やばくね？回った。えぐない、えぐない、これ取れんじゃね、ほうほう、これ取れんで、多分ガチャ来たね。これはどうなんだ、短い杖、えっ、どういうこと、あ、ん、宝石がはめ込まれた杖、なんか価値の高そうな宝石、キーアイテムだよ。むん、いるか？え、これ何？お金もらえる？これ、デューク呼ばないと。それな。うわー！だ、それずるいじゃん！クソずるい、普通に。ちょ、一回回復していい？いや、あー、もうどうしよう。でもこれまだ食らって。マジでうざい！ちょ、こいつ一回しばこう。うわ、いいね。マジでお前だけは本当に許さないから。いいね、ナイス。しんどけよ、本当に。一回回復するわ、うん、で、こっち
行く？行くしかないっしょ。行くか。先行くかも。うん、ガニ刺す。銃弾全然ないから気をつけないとな、これ。さあ。まあ、こいつらこっち入ってこれないな、ま、あの分かってるから。使う。やっと先進むよ。行くぞー。うわやば。非常階段ですかね今私たち。あ、こっちから入ったのか。あ、でチェーンが巻かれた扉がもう一個あって、ガンガンこれでもいけるわけ。開けまくるよ。いけいけ。ガチャン。あ、もういらない。赤マークつけ、ついてる、ついてるからいらないと。よし、いる？やばいよな、いろんなところどんどんしてるよ。急がないとまずいかもしれない。これ、うわ、いるわ、いる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 。これ何？ガンパウダー一応取っとく。やばいよ、これすごいことになってる。なんか落ちてる。あ、あの、煙のところ。そうだ、いいね、いいね、繋がってきてるよ。来るね。やばい、誰か割ったぞ。気をつけて。よし、電子部品、電子部品、さらに電子部品が集まってきてる。これとこれで組み合わせられるはずだ。あそこはめられない。何、ガンパーでいらねえな、もう。頑張ろう。一旦捨てつつの、うるさ。出るよ俺こっから。出る。まだいろいろありそうだけど。 あ、まあでも俺これが拾ってない。あ、強化回復、まあ、出て、あ、でこっちから出れるんだ。あ、そっかそっかそっか。ヒューズボックス、ナイス。じゃあいつもだ、電子部品はここにはめるんだよ。はいはい。でいつも出れるんだよ。出入りできる。名推理。待って、こっちで合ってる、合ってる、左だ。いや、来るよ。で右だ。来そう。違う、こっちだ。まっすぐまっすぐで、左。大丈夫、こいつはトロイデューク。あれ、オッケー、ナイス、ナイス、す、完璧。もう一個、左左、こさないで、そっちじゃない、こっちこっち、こっち、逆、マジわからん。さあ、すごい、俺本当にわからないんだ。やばい、暗いと無理。うん、なんかあった。じゃあこれね、完璧。お兄ちゃん開けごま。いいね。でセーブ。よし、相当進んだんじゃない。本当にやばいよ。今何分？40分。多分全然進んでないよ。かなり進んだぞ。カットとかも含めたら。マジで。だって最初ほぼか、だから結局合ってたから。まず、あの、ハンドル入れに行こう。だから通れるようになるから。だるい。うわ。もう一個上だよね。うん。うん。あ、これさ、レッドアップあるからさ、これ組み合わせちゃおうぜ。あ、で、作れんのか。ナイス？へへ。いいね。ショットガン弾かと思った。もう一個上だよ。うん、そしたらテケる気がする。煙にビビるだよ。苦しさ。こっから前めっちゃゾンビ湧いてきたんだよ。どうだよ。うわ。覚えてる？うん。俺は喧嘩した場所だ。そうだよ。思い出の場所。思い出の前に。うん、なんかいる。この後テケテケだったよ。俺覚えてるわ。とりあえず芝子。ナイス。うん。いい判断、いい判断。うわー、いけるよ。なんか扉あるよ。いや、扉あって、ここに多分なんか落ちてるはず。赤いもん。うん。俺一回ちょっと慎重にここ見るわ。見よう。ないね。物色お兄ちゃん。うん、なんかなかった今。ないか。ここもなんもないな。
え、合ってないやつ何？おお、オートセーブ入りました。オートセーブ入りました。どうする？これ開けた瞬間テケテケ。俺覚えてる。3はそうだった。わかる。3はそうだったんだよ。だから俺はショットガン用意する。お、ガンパウダー。マジで本当は欲しい。ない。本当はめっちゃ欲しい。ガンパウダー2つで銃弾だもん。これ開けたらいるよ。この道から出てくる。俺覚えてる。3はそうだった。始まるお兄ちゃん、俺記憶って本当にこうトラウマなんだよ。ここ頑張ろう日本。ショットガン弾、ショットガン弾があるってことはやつが来る。うわ、しかもあの窓ガンゴリ開いてる感じ。取ろう、組み合わせ。来るよ、突然来るよ。やつは突然訪れる。こっち向いたら行くよ、うん、もうないよね。頑張れ。えー、いる、いた。頑張れ。うわがわからない。まだつかなくていいんじゃない。次一発食らってもう即死だよ。え、なんで？ファインから違う。中くらいで次がもう一個あって終わりでしょ。本当にやばい、こいつは本当にやばいわ。エグすぎ。もうでも一匹やったから多分二匹目はそんなすぐに出てこないやつ。エグ、エグノリスだ。レッドハーブなのね。あとはあ、ぐちぐち言ってない。強化火薬。お、でガンパウダーさ、あ、マグラムの弾まだいらない。いらない、ね、あ、後半めっちゃ使う。あ、ショットガンの弾、はい、これは必要。おお、いろいろあるよ。ほほ、なんかテープ入れなきゃいけないっぽいな。何？なんかやってる。ガチ。アカウント認証必要です。USB ボードにドングルキーを挿入してください。何？何言ってんの？あ、じゃあまあ多分こういう。あれ、あそこにマグナムがあるな。あそこに奥にマグナムがある。なるほどね。まあいずれ来ることになる。いずれね。はいはいはい。スターズオフィス。強化火薬と PC。はいはい。で、あ、ここは武器庫ね。で、ここにマグナムがあると。うん、こういうのも分かるぞ。ここは一体電池。お、お、お、なんだこれ。新刊あれだ、新刊ってなんだよって俺ら必要って言ってたよね。新刊が必要だみたいな。新刊ができた、これで。で、どこに持っていくのか分からない。マジ記憶にない。3桁ナンバー、耐熱金庫、スターズオフィスから1階西側オフィスへ移動。はい、西側オフィスにあったんだよ。つまり、お、解除番号は左9、右15、左7。あ、これもらえるのか、この紙。あ、もらったもらった。じゃあ西側オフィス行かなきゃいけない。これもうちょいここなんか出た時に見れない。一応レッドアーム取っとく。うん、いつも捨てるし。このさ出るよ、うん、で、出てってこと、うん、こん中ってこと、うん、こん中あの白い扉、こっちのところあるよ。もう一匹出てきそうね、長いから。一匹だけと思わせ実は二匹いますみたいな。血がすげえわ。行くよ、レッツゴー。ダイヤダイヤっぽいな。ーハートダイヤだな。つまりここだ。ここは来そう。よし、来るよ。ピック馬だ。またお前かよ。ちっか、うーわ。まあこういうのはね、銃弾を節約する意味でも重要だと思う。
ここはもうやったってことか。何の声？これだ。え、これやったやつ？これやったやつ。馬じゃんよね。なんで？お前また。オッケー。死ねよ一発。え、この馬さ、ちょっと待って。ちゃんと見てみよう。なんで？でもやったってことじゃない。ないもんね。だっけ？多分戻ってきたんだ。あ、やったの。一周して扉開けて。ああ、そっかそっか。でこれコンバットナイフ手に入れるんだけど、はいはいはい、これで帰るわ。これは捨ててナイフ手に入れとくわ一応。あぶ、いいね、かっこいい。サブウェポン。あ、これで帰るんだ、うん、なるほどね。で西側オフィス次で、そこ行って俺は今日はフィニッシュしたいと思う。フィニート西側オフィス。西側オフィス行きましょう。いいね。金庫のダイヤルあったよね。うん、これを回してみよう。見てみよう紙を一回。左側に左9、右15、左7、左9、右15、左7、左9、2、3、4、5、6、7、8、9で、右右15、17、15、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、逆じゃね、まず左9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。これじゃないんじゃね、もしかして。いや、でもこれでしょ。もう一回やってみよう、右15。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5。で、左7、1、2、3、4、5、6、7。これさ、俺はさ、やり方間違ったらおもろいよ。多分やり方間違えるかもしれない。ちょっと待って、押さないんじゃない一回一回。あ、そうだ、あ、そうだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7。はい、そういうことです。俺らの実況プレイひどいな。はい、ひどいひどい、極まりない。で、銃弾もほぼない。で、やっと開きましたと。はいはい。で、次行かなきゃいけないのが爆薬で、さっき地図見たんよ、うん、2階だから、これは図書室から行った方がいい。行くぞ。これで一気にこれ3回まで行けないのかな、こっから。なんかね、こっちから行ったら早かった気がしたんだよね、こっちから。そうで、はいはいはい、ここ登っちゃうんだよ、うんうん、ここ登っちゃって、行っちゃって、で、でよ、行った先よ、行った先にはここに、はいはい、うわ、確か、あ、そうだ、ここない。来たね。ここに来れないよ。10秒逃げろ、さ。オッケーオッケーオッケー、来るよ。来たね。で、で何、テケテケだね、あれ。確かに、テキ
テキテキテキってなった。今テキテキだったよね。ショットガン用意しよう。4発で仕留めましょう。いや違う。え、でも何の声だった？死んだ声。きっと大丈夫。なんだ。メダル。押せる。早く取ろう。見よう。どれ？目を。うん。どれだっけ？これ。一番上。女、弓、蛇。オッケー。醜。違う。これ弓だな。うん、これだ、うん、女。今の弓。あ、これだ。弓。きた、OK！ 三つ目。よし！バージンメダル。やばいやばいやばい。出るわ、早速ここから。さあ落ち着け。うわー、やばい。さあスプレーを使うんだ。な、誰？なんかとてつもない力のやつだよ。逃げよう。テケだ、テケだ、あれはテケだ、あれはテケだった。テケテケしてたもん。完全に聞こえた。戦ったしな、あれ、うん、ここ成ポイントあるから無理だよ。へへへへ、よーし、これでセーブして、次回、次回ここ行くと地下室に行ってく。銃弾ほぼないっていう。え、誰か分かんなかった。でも絶対敵だった、あれは。それな、来た、開いた。うわ、さあセーブしましょうか。こいつはセーブしましょうか。もがいてる。かなり銃弾がピンチな状況です。はい、ということで本日3つ目のメダルを無事ゲットすることができました。次回は地下へ行く、脱出経路を探していく、そういう旅になります。ということで皆さん、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと散々沼ったんですけれども、多分どれぐらいの尺になってるか正直わからない。ただ俺の中では相当やった。結構いい。相当やったんで、ぜひ皆さん、次回お楽しみいただけると嬉しいです。今回カラーリバージョンでしたからね。次回もまたね、多分めちゃめちゃやばいことになります。はい、よかったら高評価押してってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ブワー！